はい、こんにちは。あなたの心と体を軽くするダイエットコーチエイミーです。寒いです今日はちょっと山の中に来ていて、雪が舞っているんですけれども、今日はちょっとランチの下見、今度、週末にランチ会があるんですけれども、お店どうかなと思って、いつも、自転車で通る道で、気になるカフェがあったんですけども、なかなか行けなかったので、ちょっとお客様と一緒に来てみようかなと思って、山の中にあるログカフェという、カフェなんですけども、ログハウス木の丸太の、カフェで、ランチしか営業してなくてですね、予約もしてないそうです。で、12月のメニューは、クラムチャウダーと書いていて、ちょっと中の方を拝見させてもらったんですけれども、なんか温かみのあるウッドログハウス、本当にログハウスでカントリーチックな感じのところでしたね。今度の週末、クリスマスランチ会というのをやります。私とバレトンを、楽しんでいただいた後に、ランチを食べるという企画なんですけども、ここにしようと思います。結構その予約が取れない、予約を取らずにもう来た順で、ランチが食べれるそうなんですけれども、あ、すごい雪が強くなってきましたが、はい、今年初雪です。はい、ね、もうそんなシーズンですけれども、はい、とても中はすごく暖かくて、あ、いい感じだなと思いましたので、なんか自転車乗ってる途中だと寄れなかったりするので、今回は、運動した後に来てちょっと来てみようかなと思って、ここをチョイスしました。そのご紹介です。で、ちょっと今日は初雪も体験できましたので動画撮ってみました。はい、で、またブログや Facebook の方でですね、お店がどうだったかっていうのも、皆さんにもね、お伝えしていきたいと思います。冬場はもしかしたら雪に埋もれてしまうんですかね。そういった場所なので、はい、ログカフェ、はい、その紹介でした。あ、かなり雪がひどくなってきました。はい、もう私も風邪ひいてはいけないので、帰ろうと思います。はい、ありがとうございました。エイミーでした。